エミリンチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。エミリンこと松恵美です。はい、今日なんですけれども、ファーストテイクならぬファーストカラー今ね、見てほしい。まず時間を、まず12月30日1時です。待ち受けはアイネコです。で、この曲が上がってるのがおそらく12月31日の、何時かで、私は本当に一昨日急に、せっかく YouTube やってるなら2021年のヒットメドレーみたいなの歌ってみたいなと思って、知り合いの音楽作れる人にすぐ電話して「作れる!」って言ったら、分かりました、1日で作るんで29日の夜からレコーディングしましょうって話になって、30日またこの日の中に急遽歌うことになって、今さて1日たぶんこの動画が出てる。で、2021年のヒットメドレーっていう話なんだけれども、私あんま知らんのよ、2021年のヒットメドレーのほとんど。だからもうめちゃくちゃさ、私は脳内フル回転して覚えたけど、マジでもうほんまにこれは最初に保険かけるようで申し訳ないけど、本当に今日知った曲が何曲かあってそれは本当に許してほしい。曲によってね、差がすごいのよ。もともと知ってただろう曲と、お前今日知ってただろう曲の差がすごいから、最初の保険をかけときたいという意味を込めて今この動画を撮っています。はい、というわけで聞いてください。エミリンチャンネルによる2021年ヒットソングメドレー、ブン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 です。声も顔も不器用なとこ、猫になったんだよな君は、いつかフラッと現れてくれ、何気ない毎日を君色に染めておくれよ、闇を払って闇を払って、夜の帳が降りたらあいつだ、愛情線回る感情線、ざれ事などは吐き捨てゆくと、まだ止めないでまだ止めないで、誰よりも外がある街に生まれし、この正体を今はただ呪い呪われた僕の未来を想像して、走って転んで消えない痛み抱いては、世界が待ってるこの一瞬を、正しさとは愚かさとは、それが何か見せつけてやる、はぁ、うっせうっせうっせはあなたが組合う、そのかもなく不可もないメロディー、うっせうっせうっせは頭のだけが違うので、ダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい吐かせるね、誰ですかあの女、誰ですかそうですか、プレプレプレジデン引きこもりてたじゃん、 This only の私だけの檻の中で聞き出してなんで、 only の私の音が君に染まるまで引きこもりてたじゃん、 This only の私だけの檻の中で聞き出してなんで、 only の私の音を君が包むだけ、時が来た今この間違いだらけの世界の中、君には笑ってほしいから、もう誰も傷つけない、強く強くなりたいんだよ、僕が僕でいられる、私万歳愛の吸っちゃっていいの、もう無理もう無理、なんで悪い子だね、試したいな、いっぱいで吐きたい、まだ絶対いけるよ、私万歳、まずはこっちおいで、したいならどうぞ、開演準備した王冠
弱い根を吐いている薄っぺらい人間です。一歩前に出るのはやめときます。絡まれたくはないからさ。描いたり想像に現実に行かないから近づけないよう生きときます。明日も同じよう過ごしときます。何度も青あざだらけで涙を流して流して、不安定な心を肩に預け合いながら腐り切ったバッドエンドに抗う。なぜだろう、喜びよりも心地よい痛みずっしりと響いて、濡れた服に舌打ちしながら晴れ上がった顔を見合って笑う。奇跡じゃあ何だっけ、階段階散々奇跡みたいなすごい忘れちゃう、何だっけ、階階奇跡、あれむずすぎんっていうのがまず一つ、これ文句ですね。それもあの歌ってるアーティストへのリスペクトを込めて敬意を払った上での文句です。これはが一つと、ヴァンパイアデコニーナさんもちょっと本気出しすぎたんじゃないですか。2021年、2022年はもうちょっと初心に帰ってみんなが歌える曲を作った方がいいと思う。だって私ヴァンパイアイノスチャっていいの、もう無理な、もう無理みたいな、なんかもう無理なのはこっちであってそのそちらではないので、難しかったです。2022年もよろしくお願いします。2022年も素敵な曲をたくさん歌えたら嬉しいなと思ってます。以上です。バイバーイ、ええ、お年を。チャンネル登録よろしくね。